お二人、まあ、自覚してるかどうか分かんないんですけども、すでに世界の太田上田です。どういうことだよ。ちょっと自覚はなかった、ね、自覚ないですか。自覚がない。あるかそんなもん。世界の太田上田です。もういや上田先生はもちろんそうだって。いや前から知ってますよ。いや太田さんもともども世界の太田上田になってるんですよ。な何が。いやもうこういう、ね、メールが来てるんです。29歳女性ケイチョさん。太田さん上田さんこんばんは。私は現在ニュージーランドはオークランドに住んでおります。おおいいとこだね。ロックダウン中に太田上田の YouTube を拝見させていただいてから激ハマりして、お嬉しいね。毎日ずっと太田上田の YouTube を見て過ごしております。あら、この熱量をどうしても伝えたいということでメールさせていただきましたと。嬉しいね、ニュージーランドから。ということでございます。いや嬉しい。だってこれ名古屋の一ローカル番組ですよ。そうですね。そもそもはね。ね。で他にもね、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ドイツ、タイからもメール来てます。じゃあもう俺らがニュージーランド行ったらもううわー。もうフィーバーです。フィーバー。全然そんなことはないよ。この方が見てくれてる。オータウェダ、オータウェダ。言わない言わない。もう、まさしくニュージーランド人は見てない。ですから今日はですね、あの世界をテーマに世界中が喜ぶトークをしてもらいたいんです。は？世界がハッピーになるようなトークを、うん、ごめんそれならもうだいぶ話は変わってくる。俺らはこの世界でこじんまりやっていきたい。でも世界が注目したら気づかれちゃったんですよ。マジか。バレちゃったん才能が、うん、ならば期待に応えるしかないか。今や名古屋を飛び出し世界に発信される太田上田。海外ファンも徐々に増えていくこの機会に日本から世界中が喜ぶトークをお届け。題して太田上田ワールドトーク。これ何？これ引いて。はい、ここにいろんな国の名前が入っております。今回太田上田の2人にトークしてもらうお題は世界の国々の名前、たったこれだけ。じゃあまず俺チリ苦手だからダメ。ブータン。もうこの辺じゃん。でも俺ももう俺この辺としか言ってブータンどこだ。っつってるよ。なお前分かんのブータン。お前だそれはロケとかで行ったことあるの。分からんよ。なあそれは分かんの。行ったことありゃ嫌なやつだね。じゃねえだろ、たまたま知ってんの出たら、ね、すぐマウント取ってくんな。常識ねえよなみたいな言い方。お前たまたま言ってるだけじゃねえか。嫌な声だったよ今。みたいな、ってな、いい友の客みたいな声出しやがってな。初めて勝てるみたいなテンションでしたよね今。ブータン何があんの。トークテーマブータンお願いします。いやお願いします。ブータンはやっぱり豆料理が美味しいよね。豆料理、豆料理中心の、まあ、豆料理ですね。中心あの豆をちょっと煮込んだやつ。煮込んだよね。豆ばかり食べてる国っていうことですか。主にね。だいたいそうですよ、ね。こっちでいうあのライスみたいなもの。ライス。ああなるほど。主食です豆が、うん。葉っぱでこうくるんだよ。あそうだね、うん。あのちょっと焼いたり。焼いたりね。何の豆なんですか。ひよこ豆。あれ違うよブータン。あの幸せな国の方だ。うそうだ。国王がいる。そうだ。ここだよここ。それも国王ぐらいの感じだけどさ。あれだよな幸福度ランキング1位みたいな。そういいとこだよブータンは。ブータンは幸せだよ。ブータンはいいとこ。幸せって噂が流れてますからね。ブータンは幸せ、はい、あの国王が人気ありますからね、うん、とにかくだって国王何年か前にいらしたよね。いらっしゃいましたよ、うん、で、ね、あのすごいイケメンでね。そうそう紳士でね。そうであれを笑っていいともで、うん、あのクリスマスの、うん、あの特大号でモノマネやるじゃないですか、うんうん、であの劇団一人がちょっと似てた。で劇団一人がそのブータン国王来日した年だったから、うん、ブータン国王のモノマネやったんです、うん、大炎上したんですそれは怒られるだろうねきっとね。バカにするんだ、うん、全然バカにするつもりはなかったんだけど、うんまあまあ、ただ似てるっていうことでね。そうそう、うん、今ブータンひよこ豆で検索してくださいましたね。うわひよこ豆ほらよく食べる。おい当たってたよ当たってたよひよこ豆。マジかブータンひよこ豆ブータンではね、おうすごいな。豆類ではレンズ豆とひよこ豆をよく食べますと。ひよこ豆は煮たり炒めたりして食べます。ほら
すごい。いや何でも知ってっから。これでブータンいたら人気者ですよ。あとはない羊をよく食べるね。お肉類はね。ブータンはちょっと検索してみます。肉どこ書いてある？あーブータン主食。お米、あ、まあお米なのかやっぱり。お米だね。肉類あった。肉類、ブータン料理には牛肉、豚肉、鶏肉、魚、羊だけ入ってねえじゃねえか。羊を避ける国民性。羊のみ食べない。ブータン真逆。真逆の方行っちゃったな。ただやっぱり温厚な人が多いんだよブータンって。優しい。本当に優しいよね。優しいよね。本当に。お会いしたことあるんですか。なんでこんな優しいんだろうと思うよね。だから日本人みたいにほらまずこういう SNS とかもまだむしろやらないっていうことが結構ある可能性がある国そうね、可能性がね、もう可能性はすんごい秘めてる、秘めてるんですか。やる可能性も秘めてるし、ね、やらない可能性も秘めてる。お前もだいぶ分かるようになってきたじゃん。ちなみにお前何のロケで行ったの？僕は旅番組のロケ。おう、それ何が目的？ブータンは、ブータンはヒマラヤに登るのに、ブータン初で行くわけ。だから結構ね、登山家も多いですよ。多いんです。他の国に比べて多いんです。多いです。あとその登山の案内人な。案内人。そう、それまつわるとこじゃないですか。いるよね、案内人いるんだよ。そうなんだよ、案内人。その人が行くって言わないと行かないっす。内容も自信も薄いよ。その人が戻るっつったらもう戻らなきゃいけない。もうそういうことです。だから本当にね、ここはまあそう文明的にはね、その日本と比べるとまあそんな便利なもんとかは少ないかもしんないけど、だって世界で一番幸せな国って言われてて、そうですね、だから満足度がある。あの宮殿みたいなのもあるじゃん。ありますね、あのちょっと金ピカの、うん、そうです、そうです。だから王国ですからね。ね、あ、なんつったっけ、あの 宮殿、このほらほら、Google に夢中になって何か喋る材料ないかな。お前知ってる？タシチョゾン。知らない。今初めて聞きましたよ。タシチョゾン知らないの？言えてます。驚きだね。こいつタシチョゾン知らないんだね。知らないのタシを。もう本当にやっぱもう これだよね。うん、タクツアン知ってる？知らないです。タクツアンなんですか？タクツアン知らない。はい、あのお坊さんが修行するところよ。だからここにも登っていくまでが一つの修行ですから。ね、タクツアン、タクツアン知らない。ゆっくり読んでるじゃないですか。これ太田上田の地球の歩き方みたいな、もし本を出した時、うん、ブータン薄くないですか情報？いや、ブータンメインでいけるよ。いけば、ブータンで一冊出せるぐらいですか今んとこ。一冊出せますね。ね、タツクアンの前なんて言ってましたっけ？タツクアンの前なんて言ってましたっけ？お前知らない。あの城の名前。タシチョゾンだろ。タシチョゾン。まあブータンは正直俺らテリトリーで。テリトリー。